皆さんこんにちは。本日は風南城をご紹介します。風南城は現在の長崎県東園木郡川棚町にあります。昔の肥前の国です。アクセスとしては川棚駅から徒歩30分ほどです。駐車場は見当たりませんでした。現在の風南城には川棚町教育委員会が設置した説明板があります。 また風難城の跡を示す石碑や罰制の名前にもなっています結論としては私は城の内部に入ることができませんでした民家など私有地を避け周囲を歩いたのですが山に入る道が分かりませんでした地元の方で城の遺構を見ることができる場所をご存知であればご教授いただければと思います風難城の歴史については現地の説明板と 概要欄に記した参考文献を参照しております風南城は川田川左岸の標高110メートルの風南山に築かれた城です築城年代は未称ですが大村市の居城です英六九年西暦1566年に武雄の後藤孝明が小峰に神次郎を築いて大村領侵攻を図りました 対して大村隅忠は、小刃の兜城とこの風南城を築いて、迎撃体制を固めました。現地の説明板には、この戦いについては大村共存記に詳しいと記載されています。この時の逸話として、初めは風南城と称されていましたが、北から攻めてくる後藤隆明に対し、南の大村隅忠が、 風を南から起こして撃退せよと念じて風南城と解消したというものがあります城の構造として大村共存期には本丸二の丸があるとされています現在は川堀の跡が残っているようです風南城の近くには小峰城をはじめ城がいくつかあります川田内起こしの際は城巡りをしてみてはいかがでしょうか ご視聴いただきありがとうございました。